へっつい幽霊。本日お話しするのは上方の落語、つまり京都大阪地方で生まれた落語です。上下の上と方向の方、これで上方。江戸時代の日本には天皇がいる京都を上と考える文化がありました。上方はそこから生まれた言葉です。言葉というのは本当に面白いもので、その時代や地域だけで使う言葉、仲間の間だけで使うスラングなど、いろいろな種類の言葉があります。落語にも古典落語や新作落語など、いろいろな種類があります。その中でも東京で生まれた江戸落語では、東京の方言、江戸弁を使います。ということは、上方落語では大阪弁を使うんです。例えば、へっついもその一つです。へっついは大阪の方言で、かまどという意味。かまど、つまり、昔のクッキングストーブって言ったらいいんですかね。ともかく台所にあって、ご飯を作る時に使う道具のことです。かまどという漢字は、へつついと読むことができるんですが、これが短くなって、へっついというようになったとかどうとか、どうやらへっついと呼ばれるようになった由来はいろいろな説があるそうです。さて、あるところに面白いへっついを売っている道具屋がありました。どんなへっついかというと、売った次の日にはお客さんが必ず返品したいと言ってくるへっつい。見た目は美しく、サイズも大きすぎず小さすぎず、台所の隅に置くには誰が見たっていいサイズ。なのにどういうわけか、これを買った人はみんな、お金は返さなくていい、だからこれを引き取ってほしい、と言ってへっついを返しに来るんです。どうしてかって？みんな、このへっついには、幽霊が住んでいるって言うんです。この噂はたちまち広まって、道具屋にやってくるお客さんは一人また一人と数が減っていきました。これは困った、このままやったら店が潰れてしまう、一体どうしたもんか。もうしゃあない、こっちからお金を払って誰かに引き取ってもろたらええんと違う？こっちがお金を払ってって全く全然嬉しないけど、死に腹は帰られへんか。一日でも早く誰かがもらいに来てくれたらええんやけどな。道具屋の夫婦は早速へっついをもらってくれる人を探し始めました。すると、この町で一番ギャンブル好きの男が、この話を聞いて、ほー、新しいへっついに金がついてくる。そんな儲け話はないやろ。と、急いで道具屋に向かいました。はあ、大将、今日もごっつ暑いなあ。そうでんな。ほんで、今日は何をお探しで？ああ、せやせや、今日はへっついをもらいに来てん。ほー、へっついでっか。いやー、おもろい噂を聞いたんでな。はっ、旦那、それはその、そうそう、それはその、いや、せやかて旦那、何が起きても、うちは何の保証もできまへんけど。かまへんかまへん。そんなことより、一
対なんぼもらえんねん。そしたら、こないこないの、このぐらいでいかがでっか？乗った！そのへっつい、もろてくわ。と言った調子で、男は本当にお金をもらって、へっついを手に入れたのです。とはいえ、一人で運べるものではありません。ギャンブル好きの男は、酒好きの男を呼び出して、二人で運ぶことにしました。ああ、お前はほんまに物好きやな。こんなもんどないすんねん。まあまあ、これはおまけやん。実はな、さっき三万もろて。お前にも酒の一杯ぐらいはおごったるからまあ許してえな。で、おいおい、そこ曲がるから気をつけ。ほら言わんこっちゃない。こんな高さから落としたらもう使えるもんも使われへんようになってまうわ。なあ、旦那。これ、中になんか入ってへんか？は？ほんまや。なんやこれ。驚いた。1、2、3。なんでこんなとこにお金が入ってんねん。し、こんな大金。人様に見られたら大変や。ともかく急いで、これを家に持って帰るんや。そう言うと、二人はもう一度、へっついを担いで、急いで家に帰っていきました。玄関の扉をピタリと閉めて、1、2、3。もう一度お金を数えます。はあ、こりゃすごい。300万も入っとる。それにしたって、なんでこんなところに300万も。はて、それは俺にもわからへんけど、今言えることは大儲けしたってことだけや。よっしゃ、博打や、ギャンブルや。そう言って、二人は300万円を握りしめたまま、ギャンブルをしに、夜の街へと出て行ったのです。金返せ、金返せ、俺の300万、はよ返せ。ああ、お前、今なんか言ったか？ああ、今何時や。頭痛い。なんや、ここはどこなんや。昨日ギャンブルして、有金ね、全部なくなって、ほんでから帰ってきて一緒に酒飲んだやろ。あー、しやったかな。ほな、まだ酔っ払ってるんちゃいますか。俺は何も言うてへん。おい、こっちや。俺を無視すんな。お前ら、俺の金返せ。うわっ！何やお前は、一体誰や。俺の名前は長兵衛や。ギャンブルで大勝ちした300万、誰にも見つからへんように、このへっついの中に隠したんが、この俺や。は？何やって？ほなお前。せや、人は俺のこと、へっついの幽霊。って呼んどるらしい。はあ、ほんまにおったんやな。せやけどなんでへっついの中に隠したんや。ええ質問や。お前、普通へっついの中に大金があると思うか？思わへんな。お米炊くのにへっついに火入れたら、紙のお金は全部燃えてまうやんか。その通りや。誰も思わへん。せやからこの中に隠したんや。それにしたってまたそんなリスキーなこと。まあ、それも一種のギャンブルや。で、そんなことはええねん。俺の300万さっさと返さんかい。そんなこと言われても、なあ、もう全部使ってしもて、1円たりとも残ってへんわ。残ってようが残ってなかろうがこっちはどうだって。
俺はその300万を使ってギャンブルせん限り、10年経っても100年経っても成仏でけへん。はあ、それが心残りで幽霊になってしもたんかいな。にしたって自分、なんで300万も残して死んでしもたんや。よくぞ聞いてくれた。そう、あれはこの300万を当てた日や。気持ちが大きなった俺は、生まれて初めてフグを食べた。はあ、そうや。今お前らが想像した通り、俺はフグの毒にあたって死んだ。気がついたら、真っ青な顔して倒れてる自分の姿を空の上から見てたってわけや。なるほどな。それはまあ、なんとも気の毒なことやったな。ギャンブル好きの男と酒好きの男は、さすがに申し訳なく思って、一人150万円ずつ、幽霊の長兵衛に返すことにしました。拾ったお金やとしても、お前のお金を使ってしもて、ほんまにすまんかった。ここに300万あるから、どうか許して、成仏してくれへんか？300万のことは、これで水に流したる。せやけど、成仏できるかどうかは、また別の話や。え、お前、なんで俺が成仏できひんのか、忘れたんか？俺はこの300万を使って、博打を打ちたいねん。わかるか？ギャンブルしたいねん。それができひん限りは、成仏でけへん。ギャンブル好きの男と、酒好きの男は、顔を見合わせて、と首をかしげました。すると、ギャンブル好きの男は、はっ、と、ひらめいたのです。せよ、こいつは、ギャンブルさえできたら成仏する。つまり、勝っても負けても、あの世へ行く。ということは、残った金は、全部俺の元に帰ってくるっちゅうわけか。お前の気持ちはようわかった。ほな、サイコロで勝負しよか。勝っても負けても一発勝負。ギャンブラーに二言はないな。乗った。ほな、そこのお前。俺らのためにサイコロ振ってくれ。酒好きの男は、少し嫌そうな顔をしながら、壺を手に取って、半か、超か、サイコロを振りました。そらお前、俺は長兵衛や。半か、超なら絶対超。これに全掛けさせてもらう。ほんまにええんやな。ほな、俺が半。つまり、1、3、5、7。奇数が出たら、俺の勝ち。2、4、6、8。偶数が出たら、お前の勝ちや。みんなが見守る中、酒好きの男は、ゆっくり、壺をあげました。ああ、なんでや、なんでや。こんなにこの時を待っとったのに。なんでこれで終わらなあかんねん。頼むわ。一生のお願いや。もう一勝負。もう一勝負だけしてくれへんか？一生のお願いも何も、お前もう死んどるやないか。それにお前の予算はもうあらへん。ほら、もうしまいや。さっさと負け認め。いやいや、わだんな、そんな。俺を誰やと思とんねん。はあ？幽霊の長兵衛やろ？その通り、幽霊や。せやからたとえお金が全部なくなったとしても、足が出る、なんてことは、ないんですわ。